南館のゴルフ5オークビレッジにやってきました。はい、来ましたね。緊張する。いい天気なんですが、ね、風がね、強い。そう、ね、そう、風が 7,8 メートル吹くらしい。やばい。南館なのにコンディションもちょっと大変っていう、さら、に難しくなってる。そうなんです。今日は初登場のゲストと一緒に回ります。はじめまして、高澤奈々江です。よろしくお願いします。自己紹介をしてもらいたいと思います。自己紹介、はい、ゴルフ歴は今2年半くらいで、レジスティからはベストが80この前出しました。このオークビレッジは1回来たことがあるんですけど、その時すごい5パットすごいして115ぐらい叩いた記憶が記憶があんで、今日は100切りたいかな。そうですね、でも100切れたら結構ね、満足ぐらいハマるとも、ハマるともやばい、多分。最近の徳崎さんの、徳崎さんの徳崎さんって言われちゃった徳崎ちゃんのゴルフどうですか、最近。最近、はい、前回リンゴルフに出てからもう1年くらい多分経ってる。あん時からはクラブも変わったし、多分飛ぶようになった。おー、これ期待できますね。でもね、インスタに入れる限りはでもね、難しいから今日スコアよりも前と私楽しむ、そう、変わったんですよ。今日スコアね、無理だ、無理諦めます、最初で、よかったらこれは自分がついたぞ。確かに、そうしましょう。はい、徳崎ちゃん、またちょっとレベルアップしますので、皆さん頑張ります。今後期待ください。では、はい、参りましょう。頑張ります。お願いします。頑張るぞ。頑張るよ。1番ホールはセントジョージとドラゴンホール、奥のバンカーがぐるぐるになってます。左行け、右は OB。 名前がついてますんで、1ホール1ホール、え、1ホール1ホール。あ、そうなの、すごい。これはね、セントジョージとドラゴンっていうホールです。セントジョージとドラゴン、はい、頑張ります。もう打てるやべえな、緊張だ。じゃあお願いします。お願いします。よし成功した。あれですよ、緊張した。確かに飛ぶようになってる、全然飛んでるよ。いやいや、ナイスショー。お願いします。お、これもいいよ。いい、ナイス。2人ともいいスタートですね、ナイスショー。ナイスショー。バッチリ。おお、ドローだ。ナイスショー。すごい。うんってなったね。キュインってなった。はい、2人に質問です。はい、まあ、徳崎ちゃん前も聞いたんですけど、せっかくなんでもう一回、2人がゴルフを始めたきっかけは何ですか？私は父親。そうだよね、お父さんの影響で。そう、お父さんの影響で始めてハマって、今に至ります。奈々江ちゃんは？私は友達の影響で、友達がゴルフを始めたいって言うから付き添いで行ったのがきっかけで。きっかけで体験レッスンついて、意外とまだ始めたの遅い。遅いなって。もう今2年半ぐらいだから、最初の年半でさ、80だったじゃなかった。すごいよ。じゃあ2年めっちゃ上げてる。さあ、ドラゴンの目に一撃ショットしてください。お、いい音。届け。上げたからしょうがないし、なかなかのバンカーに入りました。おー、うまーい、完璧だよ。ナイス。ありがとうございます。ナイス、ナイスボギーだよ。
ごいね。かなえちゃん、ここはブランウェンホールです。ブランウェン、ブランウェン、ブランウェンモニュメントがある、ね、あそこに、うん、ね、特徴は特徴は先に世界遺産があります、はい、千葉の世界遺産、はい、でちょっとあのバンカーがね結構鬼門になるかなと思うん で、そうですね、左を狙ってあそこ入れないようにしたいと思います。 OKはい、池よりバンカーがいいという選択でユーティリティでいきます。おお、どうだろうか、どうだ、のどうした、どうした、どうした、何が起きた、何か起きた、落ちたまあまあそれも大丈夫大丈夫、次頑張ろう。お、うまいよ。早い。でもね、止まる止まる。池に吸い込まれていってしまいましたが、そこからです。なんかグリーンの切れ方が難しいね。質問です、はい、2人が安定して100を切れるようになった理由は何だと思いますか。ダフリが少なくなったとかミスショットが減った。おー、始めた頃はやっぱダフリとか、とか空振りとか空振りとかあったよね。始めた時はあった、やっぱそれがなくなってショットのミスが減ったって感じ。そう、ショットのミスが減った。おー、で安定してきた。そう、ナナエちゃんは？私は100切れなかった時とやっぱり飛距離が少しアップした、うん、結構やっぱドライバーが失敗するとスコアがまとまんなくて、うんうん、ドライバーが確実にこうフェアウェイに落とせるようになってきたらスコアもまとまってきた。ドライバー、ドライバー結構肝心かも、うんうんうん、なんか男性とかは OB しても2打目飛ばせるからいいけど、うんうん、確かになんかダボとかトリになっちゃうもんね。女性の皆さん参考にしてください今日それが100切りのポイントだそうです、はいはい、ここは前が見えませんがまっすぐなホールのマーリンです。マーリンホール、いい、うん、いいよ、ナイス、右サイド、うん、よいしょ、いうん、ちょっとダフったけど、でもまっすぐ行ったから、大丈夫大丈夫。うん、ナイショー。大丈夫かな。今度90を切るのにどういう練習とか、まあ、こういうの良くなったら90が安定してきたよみたいなのってあったりしますか？難しい。考えるのはボギーにいかに抑えるか。きついってなっちゃうから、たまにパーがあってみたいな。そうそうそう、で、ダボ取ってもなんとか、なんとか耐えてみたいな。で、パーが2つ来たら貯金ができてみたいな。そうそうそう、その計算をずっとしてる。そう、なんか意識的にも90切るにはもうダボで悔しがらないとダメだなって。なるほど、確かに。ダボで、あ、まあ OK とか思ってたらやっぱ90切れないって決
ダブはもうダメみたいな、ダメ、そう、うん、超悔しがるみたいな、そうそう、あダブ終わったみたいな、それ大事だよね、そう、ダブを打ったら悔しがるのが急所のポイントです。はい、徳崎ちゃんのセカンドショットです。おお、いいんじゃない、どうだろう、今日はバンカーに入る日みたいですね。あれ、あ、おー、ナイス、おー、やめて、グリーンが止まった。アプローチ、そうだね、これは難しいね。まあまあでも寄らなくても乗れば OK と思って、よし、うまいんじゃない、いい感じ、いいよ、ナイス、